この動画では藤岡森林事務所を紹介します。藤岡森林事務所は群馬県の南西部、埼玉県と隣接する藤岡市にあり、他の藤岡振興局に所属しています。担当管内は藤岡市、上野村、神流町です。管内の森林面積は約 80% となっており、昔から神流川流域を中心として県内有数の林業地帯となっています。東部から中央部にかけては里山の平地林や杉、ヒノキの人工林が多く、西部は広葉樹天然林帯で構成されています。藤岡森林事務所の業務は大きく分けて、林業の経営や森林を守るための業務と森林土木を担当することです。管内の森林組合、事業者への指導や経営安定のために高性能な林業機械を導入するための補助を行い、木材生産の効率を上げる手助けをしながら、林業事業体とともに自立した林業・木材産業の実現を目指しています。また市町村や事業体が主体となって行う造林や間伐に対しての補助も行っています。鹿やカモシカなどの野生鳥獣から森林を守る対策も行っています。またキノコなど特有林産物の安全対策や野生鳥獣の保護及び自然環境の保全に関わっています。管内にある日野県有林で伐採した木材を市場で販売しています。管内には2つの森林公園があります。桜山森林公園と三籠森林公園です。県内外から多くの方が訪れており、公園内の施設整備や修繕工事、県産材で作成した木製ベンチ等も設置しています。森林土木事業では林道や作業道の開設、森林整備、地産工事の実施により林業の振興や産地災害防止等に取り組んでいます。産地での災害発生時の調査や復旧計画等も行います。令和元年10月に発生した台風19号の際には管内も大きな被害を受けました。管内市町村と連携協力し、総力を挙げて早期復旧に努めており、今後もきめ細やかな産地防災対策を進めるなど、災害の未然防止に取り組んでいきます。今後も県民共有の財産である森林の価値を最大限発揮するため、充実した森林資源を循環利用する持続可能な林業経営を確立し、自立した強い林業・木材産業の構築に取り組んでいきます。以上で藤岡森林事務所の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。